初島登頂。はい、こんにちは、カババです。ここはですね、熱海港の埠頭です。今日はですね、ここから船に乗って初島トレッキングに向かいます。今回向かう初島ですが、熱海からね、船で30分、周4キロの小さな島です。美しい自然、港町の風景、新鮮な食材、まあリゾートホテルなどね、全てが凝縮された観光スポットとなります。特にね、島の漁師が経営する食堂なんかが有名です。とにかくね、まあ、島全体がこう南国の雰囲気が満載して、島のどこにいても波の音が聞こえます。というわけでございましてね、都会の喧騒からは想像もできないようなスローな島時間を楽しんできました。それでは初島トレッキング、ご覧ください。はい、改めましてこんにちは、カババです。大変ご無沙汰してます。しばらくお休みしちゃって、また3月から山に登ろうと思ってるんですが、まあ、ちょっとね、いろいろ会社のね、まあ、資格試験だとか、まあ、いろいろありましてね、一段落ついたもんだから、今日はカブママと、まあ、久しぶりのね、旅行してます。でここはですね、まあ、冒頭にもお知らせした通り、熱海から船でね、30分ぐらい渡った初島です。今日はこの初島をね、ぐるっと回って、初島唯一の三角点、まあ、山を登りたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということでね、まあ初島に何しに来たのあんたらということなんですけど、これ食べに来たんじゃない？あ、そうだ、これ食べに来たんだ。今目的を見つけた。
初島パフェ。美味しそう。でもところてんって書いてあるね。ところてんのパフェ、うん、いいね。ああこれスイーツとかね、いろいろあるね、これね。初島パフェ、自家製塩辛。あ、はあ、ここがあれか、あの食堂街っていうね。あ、ここがそうだね、あの地元の漁師さんが営んでるという噂に聞いた食堂街っていうかな、うん、まだね、8時ちょい過ぎぐらいなんでどこもやってないですけど、昼ぐらいになったら、まあ、だいぶ混むんかなと思います。あ、今ね中で準備してますね。はい、さっき漁港からずっと来てね、まあこう今軽が走ってきましたけど、これが島をね一周する、まあ多分その車道というのかな、周回路なんじゃないかなと思います。おお、ダイバー専用設備だって、ダイビングセンター。へえー、あら、なになに、あら、なんかイカトイレイカトイレ、いいね、イカトイレかわいい。離島をね、こう歩くなんてなかなかないもんね、多分初めてじゃないか。離島に渡ったことはあるけど、離島を一周するなんて。あ、ちなみにね、一周だいたい50分ぐらいらしいですね。あれ、なにこれ、お墓だな、お墓っぽいな。あ、お侍ですね。なんだこれ、ん、磯内禅の墓。なになに、修羅の毛があったんで小田原の侍だけどここに流されたと。まあなんかこっち読めないんですけど、まあそういったお侍さんのお墓みたいですね。はい、すごいね。でかい、なんだこれ、なんだこれ、モスラの島に来たみたい。うわ、すげえな、トリケラトプスとかいそうだなこれ。うわー、このでかさ。いやー、すごい島だねここは。なんだこれ。うわ、すごい、こんな曲がり方どうやったらできるのこれ。石切り場。5だけど、4はどこにあったの？石切り場。この辺りは江戸城を修築するときに切り出した石材が見られますって。おお、初島レモンポスト。よし。お、カウママがなんか施設に入ってますね。なんだこれ。あ、なんかあれ
れかな、休憩ルームかな。ねえ、宿泊施設も兼ねてるかな。あ、そうなんだ。あ、これ泊まれるとこなんじゃん、うん、宿だ。へえ。あ、なんかすごいおしゃれな感じ。おお、入っていいんかな。あ、ここすごい、海沿いのプールになってる。すごいね、これオーシャンビューのプールじゃん。へえ。まあ今ね、何、水一滴もないですけどね。ここいいね、綺麗だね。へえ。あ、あっち大室山が見えますね。だからあっち伊東だね。だから伊豆大島ってこっちかな。ちょっと見えないけど。あ、こんな風になってんだ。すごいな。はい、今度は何だろう。あ、さっきのプール、これ海のプールって言うんだ。で、今ねぐーっと上がってきて、どこですかこれは。またトロピカルなテラスレストランエナック。やってんのかなこれ。あ、こんにちは。アジアンガーデン。まだ早いみたいね。うん。わー、なんかね、こんな感じのとこ前行ったことあるね。もうこれ日本じゃねえよな、これな。すげえよ。栃木には絶対ねえもん、こういうの。うわぁ。すげえ、あれ、あの木。え？あんなの、あの、ブラキオサウルスとかじゃないと食えねえだろ、あんなの。うわぁ、カブママの5倍ぐらいでけえよ、このアロエ。アガベパス。アメリカンアロエ。へえ、まあアロエなんだ。すごいね。なんか前さ、ほらグアム遊び行った時もさ、うん、なんかこういう公園あったよね。うん。うわあ、すげえじゃんこれ。アガベばっかりじゃん、アガベ。何これ。鎧みたいだね。あ、あれが初島灯台ね。行ってみましょう。10時。あら、早かったんだ。あら、灯台はね10時からなんだって。今ね8時48分。逆回りすればよかったな。あー、しょうがないですね。ここは灯台と資料展示室です。公衆トイレはないですということですね。はい、おお、わあ、これは、なんだろうね、初島、初
初島クラブってなんか書いてあったな。ほら上はねこう展望デッキみたいになってて、いやあれは違うか、スイートルームかな。うわー、はい、こんな感じになってます。すごいね、こう初島クラブだからさ、なんか会員じゃないと泊まれねえんだろうな。そうだな、俺なんかいいとこ新橋のクラブしか行ったことねえけどさいいね、これでけえな、これ島の中がね、こんな風にこう整備というかな、こう公園化されてるなんて、こう素晴らしいね、ここは。ここはどこら辺だ。あ、これがあった初島公園、こっちか。こっち行ってみようか。当テニスコートはホテル宿泊者のみ利用可能だって。はい、ここがね初島公園。なんかしょぼいねえ、本当だ、児童公園みたいだね。なんだこれ、公園というか、うん、ああ源実朝の碑がある、読んだ碑がある、まあ、実朝といえばね鎌倉将軍、三大将軍か。これか、これか。あ、そうだよ、ね、箱根路を我が子へくれば、伊豆の海や沖の小島に波の夜見ゆ源実朝と思って書いてある。すごい静かでね、いい公園ですね。隣はテニスコートだし、まあ、適当な東屋もあるし、まあ子供遊ばせるのはいいよね、これね、うん。はい、こんなね見たこともない草花、こんな中でね、今日目的の第一の目的はね、まあ、三角点ですね。まあ何せね、カッパパチャンネルはねしばらく休んだとはいえね、まあ山登りの YouTube ですから、やっぱり山登りに来たわけですよ今日、正直言うとね。こんなわけのわかんない花を触ってるわけじゃないんだけど、山登りイコール、まあ僕の場合三角点をタッチするということなんで、ここに三角点があるという噂を聞いたんで、その三角点ね今から探したいと思います。さあどこだろう、カブママの野生の感、カブママの野生の感だとこっちを指してるようですね、うん、こっちの方に三角点の匂いがする。三角点の匂いがする、すごいな。これはトイレですね。どこだろう。どこや。うん、なんかあんたがや、なんか匂うってたの、これトイレのことじゃないの？あれあれ、もしかしたら。どれ。なんか白いの見えるよ。あ、白い杭が見えるこっから。基準点の杭っぽいなあれは。あ、うん、そうだ。違った。え？違くないっしょ。これでしょ。あ、これそうだよ、ほら。いやね、見つけた。このね、シルバーの塔。これ電子基準点ですね。間違いなく。そうだろう。書いてあるよな。書いてある。書いてあるな。ほら、国土地理院の電子基準点。あった。はい。ということで。はい。まあ一応、もう一つね、まあ普通の三角点があるという噂を聞いたんで、またちょっとねさっき来た道を戻ってきたいと思います。それはなんか何もない原っぱにあるらしいんですけど、なんかマニアしか見つけられないようなこと書いてあったんで、まあせっかくこんな離島に来たんで、まあそれ見つけてね
うわー寒い、風がすごい。まあそれを見つけてね、写真撮っていきたいと思います。うわでっけえと、はい、さっきのね電子基準点からそう5分ぐらいかな歩いてきました。で一応情報だとね、この辺の原っぱにあるって聞いたんだけど、どこにもないね。この辺原っぱってこの辺しかないんだけど、この辺だね。この辺、ああ、ねえ、ちょっとお邪魔します。だからね、花があるんでちょっと踏まないように。情報だとねこの辺なんですよね。あった、あった、はい、あ、ここだ、あった。あー、はいはいはい。ちょっとねこれよくあるんだよね、こう基準点が曲がってるの。これちゃんとまっすぐにしようね。基本測量点、はい、これがね三角点です。あった、はい、タッチ、はい、初島登頂。タラララタタタ。へえ、ここなんだ。これじゃ分かんねえよな。これ道路際のね空き地というか、本当にね入っちゃいけないところだったら本当申し訳ないと思うんですけど、まあ、三角点がある場所なんで多分大丈夫だと思うんですが、へえ、ここじゃ分かんねえわな。はい、今回のね登山はですね、まあ、登山じゃねえんだけど。まあ、三角点2つタッチしましたんで、まあ、これも一応山登りかなと、ね、ということでございまして、まあ、あとね、島内を散策して、まあ、出発地の漁港に戻りたいと思います。おお、こんな風になってんだ。おお、うわ急だねここ。ここがね、いわゆる地図上では旅館街って呼ばれてるとこですね。で向こうに見えるのがあれは何だろう、熱海かな、熱海かな、うん、あ、そうだね、うん、よし、じゃあ降りていこうか。島に当たったのが8時でしょ、うん、で1時間45分ぐらい歩いてんだけど、うん、なんか気づいたのが一つあってさ、信号がねえんだよな。信号を見てねえんだよ。信号以外はまあほとんど、まあ、セブンイレブンもマスキオもねえけどさ、うん、へえ。うん、初木神社、島の守り、うん、はい、ここはね、こ初木神社です。へえ、初木姫物語、ね、大津美の御事、宝玉姫御事。まあ、要は3つの柱を祀ってるところだよね。初木姫、はい、あれなんか一瞬なんか見えたな。はい、じゃあ初木神社後にしてね、はい、出るともう朝フェリーが着いた港に戻ってきました。こういう感じなんだね。
なんかね、朝飯食ってねえからさ、腹減ってんだけど、お店がやってんのかな。はい、ここがね、船着き場です。あ、熱海がね、もう見えますね。はい、で、うわ、かわいいの来た。すごいね。これそうなんだ。あ、すごい、名前書いてある。そう、島と海、うん、あ、島と海、島と海ね。すごいね、これ。はい、お、来た。でか。はい、ありがとうございます。お、でか。はい、ありがとう。わお、わー、すごい。はい、こんな感じです。イエーイ、でっけでっけでっけ。これが2個だよ。これめちゃくちゃうまい。いやー、うまかった。うまかったね。いやー、初めて入ったとこなんで、まあ一番おすすめメニューってことでアジフライ定食食べたんですけど、もうすごいうまかった。ちょっと飲みすぎちゃったけどまあ次来た時もね、なんかいろいろ食べてみたいなと思います。なんか気になるね、船長のおまかせ丼とかね、なんかいろいろあったの、海苔ラーメンとかね。まあ多分みんな美味しいと思うんだけど、このメガネ丸さんね、すごく愛想のいい方でおすすめです。はい、じゃあね、帰りの便がね11時20分ということで、そろそろはとばにね向かいます。またいいね、来たいね、ここね。うん、次はね民宿かなんかに泊まってね、ゆっくり、まあ、僕はね釣りとかできないんで、まあそうだな、パターゴルフかなんかやってのんびり過ごしたいなと思います。はい、ということでございましてね、今回は初島、船で渡って三角点を踏むというような動画でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。カボバでした。